縄文とかって明らかに、まあ神道とかもそうかもしれないけど、明らかに排してるよね、そういうところを。結局支配階、支配階と言います、階層っていうのがやっぱりできると、うん、はい、そうするとやっぱり無駄を削り取っていく、なくしていくっていうか、うん、効率を良くしていくっていう風な考え方が、まあ、どうしたってできてきて、縄文時代やっぱそっちに行ってなかったのは見えるなっていうか。ですよね。やっぱりもっと本当にもうちょい個人的だったというのかな、はい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 、もっと。だからといって群れてた、群れてなかったわけじゃなくて、うん、ちゃんと村があって、はい、まあ町、うん、規模の町があったり、うん、半定住というかほぼ定住していて、はい、共同生活して、うん、で森をちゃんと維持して、そうだよね、でそういうね、農耕も知ってたわけですよ。知ってた。あくまで家庭菜園の。ですよね。大量生産系は。人数がいれば人数分のを共同でやってたっていう、多分そう。だから蓄積、備蓄するって考え方もあんまりなかったんじゃないかなっていう。ですよね。なんか弥生になってからですよね。うん、なんかそう、弥生式、なんとか倉庫、うん。もちろんね、その必要に迫られたものは、うん、その備蓄してするのは当たり前なんですけど、うん、でも必要以上のものをこういっぱい取って収穫してっていうことは考えてなかったというか、それそういう考えに至ってなかったというか、まあ、ある意味ご法度としてたんじゃないかなっていうぐらい、要するにそういう何か考え方がないと1万年以上そこにある意味こだわって生活してたような形跡じゃないですか。ですよね、うん、なんか弥生時代になってそういうなんだろう、大量生産型というか、うん、なんかもうちょっと合理的、物事を合理性で、そうそう、合理性ね、合理的にちょっと進めようってなると、うん、まあ競争とかも生まれて、はい、で競争イコール何が生まれるかっていうと、うん、今度は人同士とっていうか、その場所ごとのなんか戦争みたいな、うん、縄張り争いみたいな、争いですよね、で人と人でこう殺し合って武器を、うん、縄文時代って1万年以上も続いてそんなことがうん、なかったわけですよね。そう、まあ、うまく共生、自然ともそうですけど、うん、人ともそうですけど、共生してた時代だったのかなって僕は思うんですけど。そう言われてて、まあ、はい、大きな戦乱、大きな大規模な戦乱の跡がないと、それはもう個人的な争いはあっても、はい、その集団でお互いを殺し合うような、はい、本当にそういう戦争の跡が出てこないって言われていて、うんうん、だから多分まあ、ある意味喧嘩両成敗じゃないけど、はい、1対1、争いがあっても1対1で、今のほらアイヌでもチャランケとか言って言うけど、うんうん、まあ、まずはお互い言い分を言い争って、はい、で決着しないければ、うん、まあ、何かしらの方法で決着する、うん、そこさせる、はい、そうしない限りはやっぱ集団の争いになるし、ですよね、うん、でまあ、それぐらい緩い生活ができたこの土地、うん、まあ、実際日本今でも多分実際は緩いっていうか、もうここだってちょっと行けば鹿もいるし、うん、確かに確かに、そんなね、なんか食うのに困るっていうか、うん、土地じゃなかったっていうのもあると思うんですよ、うん、はい、だからこっからここはうちだとか、はい、そういう考え方に至らないでも至らない、まあ、まあまあっていう要するに近所付き合いがすごくあったっていうか、う、ね、まあ、なんだろう、うん、それが普通っちゃ僕らの、ね、うん、ここに住んでるとね、僕、まあ、都内での生活というか、うん、まあ、僕もロンドンにいたんですけどあれですけど、うん、なんかそのこっちに来て何がホッとするかってやっぱ近所付き合いもあって、うん、なんかお土産いただいたりとか、うん、今日これ釣ってきたんだよって言って山芽5匹もらったりとかしょっちゅうしてるんで、うちで取れたトマトですとか、なんかありがとうございますって、なんかその付き合いがもう多めに帰ってきてなんか思うんですよね。だから、まあ、今ロンドンからこっちに住んでる、そうです、ロンドンからもう帰ダイレクトにも、はい、まあ、ロンドン行く前に全部東京のあれは引き払ったんで、はい、帰ってきたらもう親父がいるアトリエに転がり込んだっていう感じで、はい、いわゆるここですよね、あの隣の家の方ですね、はい、でそこから工房を探してここにたどり着いてるんですけど、え、じゃあもう青梅市沢井歴、はい、まあ、13年住むようになっては13年ですね、はい、あ、僕もまあこちらの実家はこちらですけど、うん、
まあ、正直どっちかったらもう都内だったり向こうだったりするので、うん、もう最近青梅に引っ越してきたっていうこうちょっと自負があって、はいはい、そういう意味では大藪さんの方が先輩ですよね。強志歴の強志さんが青梅に青梅にいるっていうこと自体がもう今でも不思議なんだけど、いやいや、次の質問、はい、西多摩、はいはい、まあ、僕らがこの住んでるこの西多摩に対する、うん、なんかあります、思いっていうか、先ほどのこう話なんか、まあ、またあの狼祭りの話も絡んでくるとですけど、ね、ですよね、うん、まあ、御嶽神社があって、はい、で僕はまあ、すごくあの作品をご奉納させていただいたりとか縁があって、はい、うん、でその縁の中でもうまさか剛さんがここ青梅に出身だってこと自体も僕知ってなかったし、はい、あ、そうなんですね、そうそうそう、いや意外と知られてないんですよね、そう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 、っていうか僕があんまり言わないっていう、そう、西麻布、はい、のイメージしかない、麻布とか六本木のイメージしかないんで、まあ、その後世田谷に行っちゃったりとかね、新宿かニコ玉とかね、うん、ね、なんか それも全部つながってきたのも御嶽神社の狼祭りっていう、うん、まあ、ですよね、御嶽神社なんて僕小学校以来だって言ってね、はい、本当にそれもあるんで、まあその意味でも西多摩っていうのは、はい、うん、もうあの自分の中でも、うん、その狼がですよね、いなくなったっていうことで、うん、この山に、まあ、昔は神様として崇められていた、うん、まあ、生き物がいないってことはどうなのって素朴に思うんですよね確かにそうですね、そう、なんでそれを戻す努力をしないんだろうなっていうのですよね、うん、なんかね、あの自然に考えたら、うん、昔のそのしきたりとか、うん、まあ、あった伝説、まあ、生き物、うん、ね、なんか不思議とそれを戻そうよっていう考えになんでいかないんだろう、そうなんですよ、だってなんか不思議なんだよな現代の、そういう、そうで調べると、はい、狼も結局、うん、まあ、アリューシャンチェーってアラスカまでつながってるような島がずっとあるじゃないですか、はい、あそこも、はいはい、うん、時代によっては全部島陸続きだった時代があって、はい、浅瀬で、ね、その時代にもう狼っていうのは当然いたわけで、うん、今後の今の大藪さんが毎日今過ごしてますけど、うん、例えば個展を準備してるとか、はい、まあ、この間一緒にね、うん、あの某あれ助成金のやつやりましたけど、はいはいはい、まあ、狼祭っていうのももちろんあるし、うん、イベントをやってこう、はい、そういうコンセプトでね、うんうんうん、っていうのもあると思うんですけど、何でもいいですね、うん、なんかそうですね、うん、でもまあ予定イベントでもいいですし、はい、まあ、ね、うん、8月に個展がまあ1個あって、個展って言っても小物展で、今回食器とかそういうものを殴り反応の殴りの森っていう、あ、知ってる、はい、反応近い、はい、そこで反応も土地がさらに西多摩、はい、やらせていただくのもあったり、はい、まあ、あと、まあ、一番あれは、まあ、助成、さっきの言ってた、ね、はい、文化庁の助成金が、うん、はい、まあ、もし交付されれば、はい、狼祭りのあれですね、はい、いろいろ今年の年、ね、はい、年内にいろいろやることがあるので、はい、まあ、かなりそっちが、まあ、年内メインになるとは思うんですけど、なりますね、ただまあジョーモニズムの中でも、うん、あのウィルトシャーって言ってストーンヘンジだったりとか、はいはいはい、あのイギリスのね、はい、そこのウィルトシャーの博物館で、はい、去年も夏に、うん、ジョーモニズムで展示する予定だったんですよね、向こうの遺物と一緒に、あ、はいはい、その遺物と縄文をテーマにした現代アートとか、はい、まあそういう展示の企画があったんですけど、ちょっとコロナで流れてたのが、はい、まあ、今年どっかで入るかもしれないということもあるんですけど、うん、まあ、それがあればイギリスに行く、もうすべてコロナが終わってそういうアート活動じゃないですけど、うん、そういったものがボン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 もうちょっと広まれつか、なんか開始戻れればいいですよね、いいですよね、はい、もう今年はなんかその辺がちょっとこう、そうだからあのあれがあの世界遺産が登録内定したじゃないですか、はい、世界遺産、その話もちょっと、はい、で多分この夏にはなる、青森かなると思うんですよね、世界遺産に、はい、で北東北と北海道です、ね、そうですよね、はい、少なくとも、うん、
でもまあそれって地域限定してるのおかしな話で、うん、まあ、縄文が要は世界遺産になるって考えてもいいんじゃないかなとは思うんですけど、ね、絶対そうです、うん、はい、だから縄文という言葉が世界に、うん、ですよね、はい、だからまあそれのこともあるんで、それでコロナが落ち着くっていうことを考えると、はい、まあ、今年の夏ぐらいから、うん、まあ、いろいろ止まってたその他のあれもあるんですよ、世界遺産のあれに向けてのなんか、はい、縄文全体のなんかいろいろ企画っていうのがあるんですね。そういうのも動き出すのかなっていうのは、うん、ですよね、うん、なんか世界遺産記念とか、はいはい、なんありそうですね、うん、動きが、まあ、なればいいし、うん、そうなるとすごい忙しくなるなっていうのは、はい、夏以降ですね、うん、ということで、はい、長らく深い話をさせていただきありがとうございました、うん、ありがとうございました。ということで、オーラブリュウジの縄文サッカー、焼き物サッカー、はい、縄文実験考古学者、はい、オーラブリュウジさん、オーラブリュウジさんでした。はい、ありがとうございました。今日はありがとうございました。ありがとうございます。またよろしくお願いします。今後もよろしくお願いします。ここはオーラブリュウジさん、オーラブさんのですね、はい、アウンラブの、はい、ラボの真ん前の遊歩道を今歩いてます、はい、毎日ここ犬の散歩、ここが犬の散歩なんですね、はい、朝と夕方こういう感じです。やばいっす、すでに綺麗ですね。ちょっともう清流のこの音がビャーっていう音なんですよ。ここを毎朝歩けるって最高ですよね